僕と巻くのやめろ。すごい。腕が上がったんじゃないか。そのライン替え時じゃねえか。何は俺に釣らせろよ。ああ、今度な。ゲーのかかってんぞ。うわ、重っ。取り込み準備しとくぞ。まずい、切られるぞ。あんま巻きすぎんな。ライトつけるぞ。そうだな。おいおい、何してんだよ。あれは、よし、あんま巻きすぎんな。ルアーなくなっちゃったね。ノクト、ラインが弱ってるぞ。ノクト、ごめん。
朝になってからがいいな。よし、出るか。了解。ご飯係、いつもイグニスなの？ああ。兄さん手伝わないの？お？おお。ノクトは？なあ、たまに？たまに？な、俺は手伝ってるよ。皿を出すとか。大変だね。着いたか？うん、ここ。イグニス、お疲れ様。あ。タルコット、元気だといいな。回復系のアイテム買わないとね。お、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。いらっしゃいませ。ありがとうございます。またどうぞ。毎度どうも。ありがとうございます。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。おはようございます。またどうぞ。立派な灯台だな。あ、登ってみます。風は強そうだが眺めは良さそうだ。よ、来たね。車の音がしたから迎えに来たよ。一緒に旅ができて楽しかった。船は？じいじが整備してるよ。ただちょっと時間かかりそうでね。何か問題が？思ったより傷んでる。部品交換での修理がいるかな。修理か。まあしばらくジージが泊まり込んで直すってさ。で、船の部品なんだけど、いろいろ調達するの頼まれてくれる？もちろん構わない。ああ、そうは言ってもね、オートのダスティンとモニカ、あの二人も調達を手伝ってくれて、もうだいぶ揃っては来てるんだ。さすがは元警護隊か。そんな二人が苦戦してるのが
ミスリルって珍しい鉱石、この辺じゃ取れないらしいんだ。あのオートから来た子が教えてくれて。タルコット？そうそう、オートの子は賢いんだね。まあ詳しいことは彼に聞いてみて。ああ、わかった。ジージは船着き場にいるよ。で、悪いね、私は工場があってさ、自分の荷物取ったらこれで帰るつもり。ノクティス様、ここ僕たちの家なんです。こっちへどうぞ。シドニーさんから聞きましたか？船の修理にはミスリルっていう鉱石が必要です。滝の洞窟の北に行くと湖があって、そこの古代遺跡の中で取れるっておじいちゃんの手帳にありました。おじいちゃんの手帳、いろんな場所のいろんなことが書いてありました。タルコットが言ってた湖は多分ベスペル湖のことなんだけど、モニカたちが調べてみたら湖に続く道を帝国が封鎖してたって。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？エリス、ちょっと外してくれねえか？え？うん、じゃあ中にいるから。さて、船の手伝いはお前らだけでやれんだろう。あ、何それ。ちと出かけてこようと思ってる。わかったよ、どうせもう決めてたんだろ。話が早くて助かるぜ。じゃあまたな。